J2 の上位2チームと J1 昇格プレーオフの勝者の3チームに J1 昇格の権利が与えられる2023シーズン、 J1 昇格のチャンスが広がり、 J2 各チームも補強に力を入れ、 J1 レベルでしか見られなかったマッチアップも期待できるリーグになっています。 J2? 2軍じゃんとお思いの方、今回の J2 リーグはこれまでにない賑わいを見せてくれるはずです。今回は J2 の2023シーズンに向けた移籍期間で多くのサッカーファンをざわつかせた J2 の移籍について紹介していきます。過去類を見ないほどの群雄割拠となっている J2 の陣容の一部をご覧ください。 J2 町田ゼルビアに移籍を果たし、 J リーグファンに大きな衝撃を与えたのがブラジル人のエリキです。 J1 横浜 F マリノスで鮮烈な印象を残したストライカーが J2 に帰還。昨季まで所属していた中国では26試合出場8得点9アシストと大活躍をしており、全盛期が過ぎ去ったとは思えない活躍を見せています。過去に J リーグで旋風を巻き起こした柏のオルンガのように J2 リーグの世界を壊してしまう可能性もありますね。そんなエリキの代名詞と言われるのは抜群の得点感覚とシュートテクニックの豊富さ。身長170センチ、体重65キロと小柄な体格ながらも活躍できるのは、ストライカーに求められる能力に加え、ゴール前で自身の能力を生かせるポジショニングの正確さも高い次元で持っているからに他なりません。また横浜 F マリノス時代にはフォアチェックをサボらないことでも有名で、ゴール後の笑顔が爽やかな点も見逃せませんね。来日初ゴールがバイシクルシュートであり、この鮮やかすぎる一撃は海外メディアからも称賛を受けるほど。問題は町田で活躍できるのかという点ですが、エリキは2019年に途中加入ながらも J1 リーグ12試合に出場し8得点をダッシュしている実績から、個人的には早く順応するのではないかなと思います。さらにこのシーズンは自身初となる海外挑戦だったにもかかわらず十分な成績を叩き出していることから、適応能力の高さは心配ないでしょう。町田でも大暴れすること間違いなしですね。ヘッドコーチのキン・ミョンヒが戦術面を担うため、オーストラリア代表で身長186センチの大型フォワード、ミッチェル・デュークとの身長差のギャップを生かした戦い方のほか、エリキの前線からのチェイシングを採用する可能性は高いでしょう。エリキにとっては幅広い戦術の中で戦う勝負のシーズンになるのではと考えられます。キンヘッドコーチの戦術とエリキが合致したとき、他の J2 そして天皇杯で J1 チームにとっても恐怖の対象になりそうです。言わずと知れたジーニアスこと柿谷陽一郎、身長177センチ、68キロの俗に言われるアタッカータイプのフォワードですね。香川真司や乾隆など日本を代表する2列目の選手が多く在籍したレヴィ・クルピ監督時代のセレッソ大阪で若かりし時を過ごした選手でもあります。そんな柿谷の武器は繊細なボールタッチと攻撃において重要とされるドリブル、パス、シュートの全ての能力が高い万能性、そして相手ディフェンダーを置き去りにする独特なテンポによるドリブルは驚異的でしょう。しかしシュートを決めるタイプというよりはチャンスメーカーという方がより柿谷のイメージに合致しており、決めるところを決めきれない場面は J リーグでもよく目にします。他サポーター目線で見ると彼のシュートミスに何度助けられたことでしょう。逆に考えると彼に決定力があれば J リーグから羽ばたいて今頃は欧州5大リーグの強豪クラブに席を置いていたとしても不思議ではありませんよね。しかしそれを差し置いてもチャンスメイク能力が高く、止めようとしても止められないという超一流の能力があるので超 J1 級の選手と言えるでしょう。また弱点と言われてきた守備のサボりに関しては改善。2021年に慣れ親しんだセレッソ大阪から名古屋グランパスへと移籍したのですが、監督の考えは真逆に近しいものがあったのです。柿谷本人が一番点数を奪った時代であるレヴィ・クルピ政権下のセレッソ大阪時代について、その時は全く守備をしない選手だった、センターサークルで止まっていて攻撃のために 100% 体を使えと言われていました、戻るな疲れるとね、と振り返っています。カテナチオの国イタリア出身であり、当時名古屋を指揮していたマッシモ・フィッカデンティ政権下ではそんなことができないと発言。堅守をモットーとした名古屋のサッカーはフォワードからの守備も重要視されていました。結果としてこの名古屋への移籍は柿谷が前線だけではなくピッチを走り回る体を張るプレースタイルの獲得につながっていき、泥臭いプレーと華麗なプレーで見せられる選手へと進化を遂げました。事実として名古屋移籍後には平均走行距離が1キロ増加、まさに充実の時を迎えそうなタイミングだった2022年はそのハードワークがたたったのか負傷で出場機会が減少。さらに12人の選手がアウトするチームの変革期の中で柿谷が選んだ移籍先が若かりし時に人間的にも成長させてくれた徳島ヴォルティス。一時期期限付きでプレーしていた徳島に12年ぶりの復帰。チーム事情として新監督にベニャート・ラバインを招集したためスタメン争いは横一線であることも柿谷にとっては追い風になるでしょう。実力は J1 トップクラスにいる柿谷がこのチームで何を見せてくれるのか楽しみでなりませんね。
栃木 SC でレギュラーとして活躍。パリオリンピックに挑むアンダー22日本代表候補に名前を挙げられ、他の J1 チームから声がかかっていてもおかしくはないのがディフェンダー鈴木海斗。ジュビロユース出身で2020年4月にトップチームとプロ契約を締結。この時の鈴木は高校3年生であり、サッカー王国のトッププロチームが熱視線を送っていたことからもポテンシャルの高さを伺うことができますね。実際代表の次世代を担う選手として AFC アンダー16選手権、アンダー17ワールドカップベスト16に貢献しており、年齢を加味すると実績は十分なのではないでしょうか。成長も順調そのもので、 J1 チームからのお声どころか海外移籍の可能性も秘めている選手になりますね。近代の名ディフェンダーの特徴ともいえるセンターバック、サイドバックの両方をこなせる選手であり、対人能力とカバーリング能力の双方を高い次元でこなすことも可能。3バック、4バックと多くのポジションをこなせる能力は彼の評価を高めています。またディフェンダーとしては高い攻撃力を持っているのも特徴で、彼の相手陣内に向けて正対する能力があることから攻撃の起点になることもできてしまうのです。その能力は栃木 SC で主力として出場し続けたことでレベルアップを果たしており、本人はインタビューにて、試合に出続けることでプレーの幅が広がっている、試合をイメージしながら練習できるようになったことで選択肢に迷うことも少なくなったと発言。さらに栃木 SC では右ウイングバックの黒崎隼人の爆発的なスプリント能力を最大限生かすなど、味方の特徴を見る能力が向上したことも成長の一つとして挙げられますね。ジュビロでも右センターバックでの起用が考えられ、パスに定評がある遠藤保仁とのホットライン形成にも期待が寄せられることでしょう。ジュビロはタイのクラブラーチャブリー FC と契約中であったファビアン・ゴンダレス選手を獲得した規約違反があり、 FIFA から下部組織の2023年度新規登録選手の大会出場禁止、タイのクラブへ約5万ドルの賠償金の支払い命令を受けています。そのため1年間の選手補強禁止処分中です。この裁定を受けたジュビロは J1 復帰に向けての補強が禁じられる中で、鈴木のレンタルバックは今季のジュビロを象徴する事実上の戦力アップになりました。ジュビロの新監督である横内昭信は日本代表監督である森保一の名参謀、カタールワールドカップのドイツスペイン戦で見せた3バックを構築する可能性は高く、その点でも栃木 SC で右センターバックとして出場した鈴木はチームスタイルと合致している点も多いのです。対人能力の高さで多くのピンチを救うなど栃木 SC の堅守に貢献。2022年シーズンの J2 最少失点3位タイの40失点に関わった鈴木への期待は間違いなく大きいはずです。ポルトガル一部のポルティモネンセ SC からベガルタ仙台に期限付き移籍で加入した海外からの資格がエベルトンです。世界のトップに君臨する欧州リーグの中でも大勢力の一角であるポルトガルリーグ。ポルトガルリーグから J2 に来ることはあまり多くないので、 J2 でありながら世界のトップで戦い続けて技を見られることになるでしょう。 2019-20 シーズンは浦和レッズで中盤の安定化に貢献していたイブシギンな選手です。身長181センチ、体重73キロと日本人と比較しても体格的には特徴はないものの、エベルトン最大の魅力が助っ人外国人ではあまり見られない豊富なスタミナによる中盤制圧にあります。2019年の浦和レッズ時代は怪我による戦線離脱が相次ぐ苦しいシーズンになってしまいましたが、開幕戦から先発でフル出場を果たし中盤に君臨。オズワルド・オリベイラや大槻剛の両監督からの信頼は厚いものがありました。信頼を絶対的なものにしたのが攻守一体型の選手ゆえの特徴にあったのです。守備面では危機察知能力が高く、ピンチの場面では相手より先に危険なゾーンをカバー、攻撃になると定評があった上質なパスで攻撃の起点になれる典型的なボランチです。また競り合いが多い中盤でも相手に弾かれないフィジカルもあり、当時の浦和を支えていました。2020年 J1 第4節の鹿島戦では鮮やかにヒールでゴール、第7節の横浜 FC 戦では終了間際にヘディングでダメ押しゴールと点を奪う能力も高く手に負えません。日本でプレーした外国籍のボランチの中でも上から数えた方が早い選手なので、正直なところ彼を欲しがる J1 のチームも多いはずです。仙台は昨季終盤では伊藤明監督の下で 4-3-3 や 5-3-2 の可変式に挑戦。いずれもボール奪取力と展開力が必要とされるアンカーの役割が重要である点から、エベルトンの補強はチームの要になるでしょう。同じポジションにはファギーニョと松下良樹がいるので、スタメン争いも激化しそうですね。メアリー・ジュンを姉に持つことでも知られるイケメンサッカー選手の高橋裕二、奥さんも AKB48 の元メンバーである高城亜希と華麗な一族でもありますね。そんな高橋は J1 柏レイソルのディフェンスリーダーとして君臨していましたが、まさかの清水へ移籍。この移籍は柏の監督であるネルシーニョとの不仲説がささやかれるほどの衝撃を持って取り上げられました。サポーターからも、ディフェンダーの中心選手なのになぜ、これはさすがに納得できないとクラブへの不満が爆発。
チームに必要な戦力であるという見方をするサポーターが多く、監督との不仲説が現実を帯びてしまいました。むしろその理由しか思い浮かばないです。本人は移籍決定後にクラブ公式ホームページで、そんなことは一切ありません、サッカーは厳しく普段は優しいボスですと否定していますが、実際のところはどうなのでしょうか。2022シーズンも129試合に出場、ディフェンダーとしては珍しく1点を奪い、柏に高橋ありを見せつけました。2020年には靭帯断裂の大怪我を負うも、復帰後には強烈なリーダーシップを発揮。現在29歳とサッカー選手としては脂が乗っている年齢です。経験が物を言うディフェンダーというポジションで、全盛期はまさにここからといえる高橋選手が J2 で見られるのは驚かざるを得ないです。しかし清水サイドからは、主力級のディフェンダーが2人も柏に完全移籍をしているため、その2人に代わっての加入でもありますね。移籍先の清水はワールドカップで大活躍を果たしたゴールキーパー権田を擁しながらも、リーグワースト3位の53失点を喫しており、守備の立て直しは急務でした。その守備の立て直しで高橋を獲得するのは、サッカー王国として1年で J1 復帰をするという強烈なメッセージに他なりません。攻撃力では J1 トップレベルの実力があり、ここで高橋が強烈なリーダーシップを発揮することができれば、 J1 昇格が1年で叶う可能性は十分にあります。天皇杯で J1 チームを食ってしまうジャイアントキリングも期待できる強烈なチームへと変貌することに期待ですね。個人的にはこの清水が前年の甲府と同様に J2 ながらも天皇杯制覇をしてもおかしくないなと感じます。右は高橋が守り、高橋の相方になる右サイドバックにも新加入の吉田豊が1対1の強さで攻略する。カルリーニョスジュニオやチアゴサンタナといった J 屈指のフォワードへ上質なパスを供給するだけで一点ものです。想像するだけでも J2 の世界を壊しに来ています。この清水がそもそも J1 級の戦力を多く保持しており、 J2 世界の破壊者になりそうですね。いかがだったでしょうか。 J2 の戦力図を壊しに来ている選手たちの中から5選手を紹介しました。ガンバ大阪からレンタルで岡山に加入した坂本伊佐、神戸から仙台へ加入の豪家雄太など、まだまだ J2 では反則級の選手がいるのが事実です。皆さんがヤバいと感じる J2 の選手がいましたら、ぜひぜひコメントをお願いいたします。それではまた。